刈谷駅は愛知県刈谷市桜町一丁目及び若松町一丁目にある東海旅客鉄道東海道本線及び名古屋鉄道三河線の駅である。駅番号は東海道本線が CA58、三河線が MU02。刈谷市の玄関口となる駅で東海道本線の豊橋駅岐阜駅間では名古屋駅、金山駅に次いで 乗車人員が多い主要駅である。南口側には、名鉄三河線が乗り入れており、両駅を乗り換える利用客も多い。以前は共同主要駅だったが、1989年の共常化により別々の改札口を設けるようになった。開業当時は、中心市街地から離れた場所に立地していたが、大正時代には、豊田防職が駅付近に工場を設けたのを皮切りに、 系列企業の駅前進出が進み、カリア駅の利用者増加及び、カリア市の工業都市としての発展をもたらした。現在では、名実ともにカリア市の中心地となっており、駅周辺の開発も進んでいる。1921年頃のカリア駅。1870年6月に実施された、工部省による東海道沿いの調査によると、刈谷付近は、合図川、 境川などがある以外には特に鉄道建設について障害となるものはないと報告している。1886年3月には、竹豊厚田館が中山道幹線建設の資材運搬線として開通しているが、初版の問題から7月にルートを中山道経由から東海道経由に変更され、8月12日から30日の間に、 季節の大府村付近から下重原村までの測量が実施された。大府駅から岡崎駅までの間には地理的に中間地点となる安城に駅を設ける予定だったが、誘致運動の結果、大府浜松間開業と同時にカリアに駅を設けることができた。運動当初、下重原村、高須村、半城土村の三村はサルト線と交差する下重原村。 アザジン下に駅を設けるべく、1887年9月9日に、勝又・ミノル停車場設置願いを提出している。これは、鉄道とサルト潜水系の線運等を結びつけるためで、あったが、付近は停止であり、駅を設けると、列車運転の支障となるため、話は進まなかった。カリア町アザゲ、ステ付近など、現在地より西寄りを要望する声もあった。 他方、刈谷の商店街でも誘致の動きがあり、地元有力商人の大田平門らが中心となって、関係各局へ陳情を行った結果、現在地への駅設置が決定した。当時の刈谷町中心地からは、外れた場所であり、刈谷駅が開業した当時は駅前に何もなかったという。その換算ぶりから、野田村かぐ山への駅移転が取り沙汰されたほどであり、刈谷町は、 カリア貨物運搬会社を起こして、カリア駅に倉庫を設けたり、駅前に旅館や寿司屋を急増させたりするなど、駅前整備に努めた。1923年にカリアへ進出した豊田防職。その後の豊田家駅業進出の礎となった。カリア駅移転論は、駅整備により立ち消えとなったものの、1891年に安城駅が新設された影響で、 カリに集積していた物資が安城へと流れるようになった。この事態を打開すべく、カリ町出身の衆議院議員である、三浦一平が地域振興のため構想したのが、壁海南部カリ自流館の軽便鉄道計画である。塞下陶吉などの実業家や、沿線庁尊有力者の協賛を得た三浦は、1910年に、 壁海軽弁鉄道の名で、大浜刈谷地流区間の免許を出願した。交付後に社名を、三河鉄道と改め、1914年に大浜刈谷新館、翌年に刈谷新地流館が開業した。当初は、刈谷駅乗り入れを予定していたが、鉄道員組織改革の影響で協議が進まず、やむなく、刈谷駅南100メートル付近に刈谷新駅を設けて、 徒歩連絡で対応することになった。刈谷新駅の移設統合には刈谷町も協賛し、1927年になってようやく移設された。この時、刈谷駅は鉄道省、三河鉄道の共同使用駅となり、駅南口を設置した。三河鉄道の開業によって刈谷駅は東西南北に鉄路を伸ばす交通結節点となった。また、 交通面で優位となったことで、駅付近への工場進出を促す結果となった。三河鉄道の延伸で枝下付近の季節年度を入手した神谷伝兵は、季節年度を三河鉄道で刈谷へ運び、工場で製造したレンガを東海道本線で出荷する構想を立て、東洋大化レンガを創業した。工場用地は刈谷振興会の支援もあって九百十七年五月に、 取得。カリア町初の誘致工場であった。1923年11月には、豊田防食がカリアに進出し、駅近辺に自動食器試験工場を設立した。豊田防食の誘致は、工業の近代化や人口増加、経済効果が期待できるため、カリア町は町民大会を開催するなど、積極的な誘致運動を展開した。 こうした町民の協力に地価の安さも相まって刈谷駅周辺には豊田系の工場が集積するようになる。1925年には日本東館が床滑から刈谷駅前に工場を移転し社宅を建設した。同工場は高浜港駅付近にあった高浜第一工場と三河鉄道で通じており、高浜港駅から カリア駅に運ばれた燃料を専用線で工場内に引き込んでいた。カリア湖線橋。電化後の頻繁運転は鉄道の利便性を向上させたが同時に道路交通の混雑化を招くことになった。国鉄が引き継いだ東海道本線では1951年より浜松前原間の電化工事が進められた。1953年7月にはまず浜松。 名古屋間の電化工事が完了し、電気機関車牽員による運転が開始された。1955年には名古屋前原間も電化され、同年7月のダイヤ改正からは湘南型電車による電車運転に切り替わり、所要時間が大幅に短縮された。東海道本線電化工事に刺激される形で、刈谷市は刈谷駅の改築や駅前広場の整備を実施した。 1953年5月に完成した新駅舎は2階建ての鉄筋コンクリート造りで2階には宿直室など1階には改札や駅長室、売店、待合ホールなどを設けていた。また駅前広場は広さ7000平方メートルに拡張された。1957年3月には駅構内の改良工事にも着手し、それまで 片面ホームだった上り線ホームを、島式ホームとした上で60メートル延長し、貨物側線も増強した。また、刈谷市では、駅の改良を機に、駅周辺の土地区画整理事業に着手、刈谷駅前土地区画整理事業を1951年に着工し、1956年に完工した。駅前広場には、自動車や各種バスの駐車場を設置したほか、 さつきやヨシノサクラなどを植えた芝生園を整備した。駅前道路も拡幅されたが、この時点ではまだ舗装されず、速攻も作られていなかった。国鉄側では電化工事を前後して、駅の改良が行われていたが、名鉄が管理する南口駅舎は、旧体依然とした設備で営業を続けていた。その後、狭い連絡古線橋が原因で、 ラッシュ時に通勤者が重傷を負う事故が発生したため、古典橋の幅を1.8メートルから3メートルに拡幅する工事が1958年に実施されたものの、それ以上の改築は行われなかった。1959年10月には、東海道本線をまたぐ仮屋古典橋が完成した。これは、今まで踏切を渡っていた県道コロモハンダ線を立体交差化させたものである。 東海道本線電開以降、カリア道踏切の遮断時間が増加し、道路の混雑が問題となっていた。カリア市では踏切を解消して、県道を立体交差化させようとしたが、住民に説明せず用地買収を始めたため紛糾し、住民側は、強制立ちの木や踏切廃止、商店街の分断などを理由に、立体交差化に反対した。その後の交渉で和解が成立し、 立体交差道路を作る一方で、踏切は存続となり、旧道は、市街道路となった。日本東間の工場閉鎖後の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。再開発が始動するまでは、運動広場として開放されていた。刈谷駅南北連絡通路は、その後南北に延長し、南側延長部は、 ミナクル、カリアウィングデッキと名付けられた。三河線では、沿線自治体らが、名鉄三河線復線化規制同盟を結成し、地流壁難関の復線化を名鉄に、働きかけていた。モータリゼーションの進行や貨物業務の縮小から、復線化計画は2点3点したが、1969年11月になって、名鉄社長の土川元をより復線化工事を、 来年度から着手するという確約を得た。カ谷氏市はこの伏線化計画に合わせて、三河線のカ谷市内区間約3キロメートルを高架化することにした。当初の計画では、東海道本線と三河線が交差する、神田町付近から下がり松川までの全長を2 9 8 1ル間を高架とし、公費負担比率を国、県、市で4、1、1とする予定だった。 しかし、建設省は、神田町刈谷駅南桜町までの区間について、同区間には、踏切がなく、都市計画外路事業の基準に適合しないため補助を行わないと通知してきた。刈谷氏は、自己負担による高価化も検討したものの、刈谷駅での名鉄、国鉄間の貨車入れ替えの問題もあり、結局、刈谷駅は、地上駅とする建設省の案に同意した。 その後も、高架化による日照問題などで、沿線住民との協議に追われて高架化事業は遅延したが、1978年9月になって、仮線工事に着手、同年12月下旬には、高架工事に至り、1980年11月に、完工した。この工事で1850メートルが、地上5メートルの高架となり、仮や仮屋市間の1500メートルが複線化された。 1989年1月には、刈谷駅南北連絡通路が完成した。協定化に伴い JR 東海と名鉄の共同使用駅体制は解消され、協定にそれぞれ改札口を設けた単独駅となった。南北連絡通路は幅8.0メートル、延長98.7メートル、厚生6景間のゲルバー桁橋で、JR、名鉄の協定駅舎は共に、 鉄骨2階建て、広沢 JR が七7 1 0四ヘクタール、名鉄が三百九十六ヘクタールである。二千十年には、都市再生機構による、刈谷駅南地区第一種市街地再開発事業が、完了した。同地区は九百八十二年に閉鎖された、日本東間刈谷工場の跡地を主体とする地区で、九百八十三年に、刈谷市が跡地を取得して、以来、 第5次、第6次都市総合計画を通して、文化施設の建設や、大型商業施設の誘致などが提示されるなど、様々な案が検討されていたが、企業などの関心が得られないなどの理由で開発が遅れ、長らく運動公園として開放していた。再開発地区愛称は、公募によって選定され、みんなが来る、ミラクルから、ミナクルカリアと命名された。カリア駅とは、 南北連絡通路を延長したペデストリアンデッキ、みなクる、カリアウィングデッキで結ばれている。北側に JR の駅が南側に名鉄の駅がある。両駅の改札口は分離されているが、両方とも駅の南北を結ぶ連絡通路に面している。島式ホームに面4線を持つ地上駅、京上駅舎を備え、改札口は2階にある。ホームの番号は 北側から付けられており、1番線から4番線まで存在する。内側の2番線と3番線が本線、外側の1番線と4番線が対比線となっている。なお、名古屋方面側の1.4番線ホームには柵があり、列車はホームの岡崎駅寄りに停車する。改札口とホームとの間の階段は両方向にあるが、名古屋寄りの階段はほぼ2番線。 三番線専用と見てよい。エスカレーター、エレベーターは各ホームの岡崎寄りに一基ずつ、設置されている。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、刈谷市内にある三駅を管理している。JR 全線切符売り場がある。改札北側には、JR 東海ツアーズ、刈谷支店が設置されている。1986年まで、 駅北口東側の刈谷市産業振興センター一帯に一面一線のコンテナホームや一面一線の有害者用の貨物ホームがあった。また1970年頃まで、豊田防食刈谷工場への専用線や動線から分岐し、豊田自動食器刈谷工場や愛知西高刈谷工場へ至る専用線。 駅から北へ向かい伝送カリア製作所へ至る専用線もあった。2019年7月24日に JR 東海がホームの拡幅、コンコース等の拡張、駅舎の強調化に着手することを発表した。ホームの拡幅は、下りホームを約12.6メートル、上りホームを約13.3メートルと、それぞれ約6.2メートル拡幅するとし、 下りホームが2022年度、上りホームが2024年度の完了が予定されている。また、ホームの拡幅工事終了後に稼働策を設置するとし、下りホームが2025年度、上りホームが2026年度の設置が予定されている。さらに、駅舎の強情化に伴い、コンコースの拡張、自動改札機の増設、エスカレーターの増設、 地域交流拠点施設等の新設の工事を2026年度までに完了させることが予定されている。なお、利用者から要望が多い名鉄との乗り換え改札の設置について JR 東海は、刈谷市に対し、現改札口の拡張により十分な混雑緩和がなされるとして実施しない旨の回答をしている。乗り場島式ホーム1面2線を有する地上駅。 JR の駅と同様に、京城駅舎を備える。終日駅員配置駅である。三河線は、重原駅より東駅までは単線、東駅より仮足駅までは伏線である。なお、現在は JR と線路はつながっていない。ホームは6両分あるが列車は最大でも4両であるため写真の通り列車が停車しない部分には柵が設置されている。 海線の駅では利用者が多いため列車は4両編成の場合ずれて停車する。バリアフリー対策として、ホームへのエレベーター設置、多目的トイレへの改修、階段の設置、電車とホームの段差の解消、地流方向へのホーム延伸のための工事が行われ、2008年2月に完成した。ホームには LED 列車案内が設置されているが、自動放送は導入されていない。 自動改札機、自動券売機はトランパス導入前より存在する。ホームには階段付近など幅の狭い場所がある。乗りばかり屋駅では日常的に普通列車と快速系統が環急接続を行っている。東海道本線では上下線とも普通列車と快速系統の各種別とが当駅で環球接続できるようにダイヤが組まれている。運転本数は パターンダイヤでは普通列車が毎時3から4本、快速系統が快速、新快速、または新快速、特別快速、各2本、計7から8本を基本として、ラッシュ時にはその合間に快速系統が増発されるダイヤとなっている。かつては市民の要望もあり、山と雲仙、限界といった電車急行の停車駅となっていたが、 現在は当駅を通る急行以上の優等列車自体が存在しない。ネットダイヤを組む三河線は普通列車が毎時4本運転されており、単線のためほとんどの列車が当駅で列車交換している。かつては東海道本線に対抗するため、名古屋本線直通の特急が設定され、最盛期には毎時4本の特急が走っていたが、後に急行へ格下げされ、 1981年以降は普通列車のみとなった。カリア駅の年間乗車人員の水駅周辺にトヨタの関連企業が多いため、JR ではラッシュ時の快速列車を中心に金山カリア間では激しく混雑することがある。また、両線の乗り換え客も多く見られる。愛知県統計年間及びカリアの統計によれば、 JR 及び名鉄の1日平均の利用者数は以下の通り、JR、名鉄とも利用客数は増加傾向にある。このほか、名古屋鉄道による名鉄カリア駅の統計として以下のものがある。三河線の駅では、知立駅、豊田市駅に次いで3番目に利用客が多い。北口駅前ロータリー南口の港来る。 カリア・アドバンス・スクエア・カリア・カリア市総合文化センター駅周辺には市街地が形成されており、その外側にトヨタグループの本社や工場が隣立している。トヨタ系工場が駅周辺に集積することで、トヨタ系以外の関連企業も取引上の利便性から駅周辺に工場を設けた事例が多い。このほかかつては東芝路在や日本東館といった 用業系の工場も、交通の利便性から、駅南に工場を構えていたが、現在は移転、撤退している。カリ氏は、日本東間カリ工場閉鎖後の再開発にあたり、先端技術研究機関や、百貨店、マンション、ホテル、公共施設、量販店など様々な案を立てては、断念を繰り返してきたが、最終的には、ショッピングセンターと、公共施設、マンション、 立体駐車場で構成されるミナクルカリアとして整備された。東芝路在は周辺の市街化や公害問題をきっかけに工場をおがきへ移転した。1966年には名古屋の不動産業者らによって跡地に青い百貨店を建設、開店したものの営業者の誘致に失敗して建物の半分しかテナントが埋まらず。 1969年3月には、早くも閉店してしまった。その後、西川屋が百貨店ビルを買収し、1969年10月にハイライフアベニューの投げ回店、後に、SC 名をサンテラスカリアに変えるなど数度の改装を経て、現在はアピタカリア店となっている。百七十八年四月に、東海道本線と名鉄三河線の間に、 神田駐車場を開設した。これは、都市整備の過程で、駅周辺の一方通行、駐車禁止などの交通規制が強化されたため、その代替として公共駐車場の必要性が高まったためである。開設当初は、駐車料金の問題もあって利用者は少なかったが、次第に増加した。刈谷北口周辺には、刈谷駅前商店街があり、 居酒屋などの飲食店が軒を連ねている。また、風俗店も多く、小規模な風俗街を形成している。駅西側にある JR の踏切は、刈谷街道と交差するもので、名称も刈谷街道踏切である。刈谷駅南口に停車中のチタシーガル号、刈谷市内の市営バスは無料である。普通、ありがとうございます。